ネズミの嫁入り、楠山正雄。むかしむかし、ある家のオクラの中に、お米を持って、麦を持って、あわを持って、豆を持って、大層豊かに暮らしているお金持ちのネズミが住んでおりました。子供がないので、神様にお願いしますと、やっと女の子が生まれました。その子はずんずん大きくなって、輝くほど美しくなって、それはネズミのお国で誰一人比べるもののない日本一のいい娘になりました。こうなると、もうネズミの仲間には、見渡したところ、とても娘のお婿さんにするようなものはありませんでした。ネズミのお父さんとお母さんは、うちの娘は日本一の娘なのだから、何でも日本一のお婿さんをもらわなければならない。と言いました。そこで、この世の中で誰が一番偉いかというと、それは高い高い空の上から世界中を明るく照らしておいでになるお日様の他にはありませんでした。そこでお父さんはお母さんと娘を連れて天へ登っていきました。そしてお日様に、お日様、お日様、あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞ私の娘をお嫁にもらってくださいまし。と言って、丁寧にお辞儀をしました。するとお日様はニコニコなさりながら、それはありがたいが、世の中には私よりもっと偉いものがあるよ。とおっしゃいました。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか？それはどなたでございますか？それは雲さ。私がいくら空でカンカン照っていようと思っても、雲が出てくるともうダメになるのだからね。なるほど。お父さんはそこで、今度は雲のところへ出かけました。雲さん、雲さん、あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞ私の娘をお嫁にもらってくださいまし。それはありがたいが、世の中には私よりもっと偉いものがあるよ。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか。それはどなたでございますか？それは風さ。風に吹き飛ばされては私もかなわないよ。なるほど。お父さんはそこで今度は風のところへ出かけていきました。風さん、風さん、あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞ私の娘をお嫁にもらってくださいまし。それはありがたいが、世の中には私よりもっと偉いものがあるよ。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか？それはどなたでございますか？それは壁さ。壁ばかりは私の力でもとても吹き飛ばすことはできないからね。なるほど。お父さんはそこでまたのこのこ壁のところへ出かけていきました。壁さん、壁さん、あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞうちの娘を
お嫁にもらってくださいまし。それはありがたいが、世の中には私よりもっと偉いものがあるよ。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか。それはどなたでございますか。それは誰でもない、そういうネズミさんさ。私がいくら真っ四角な顔をして固くなって頑張っていても、ネズミさんは平気で私の体を食い破って穴を開けて通り抜けていくじゃないか。だから私はどうしてもネズミさんにはかなわないよ。なるほど。とネズミのお父さんは今度こそ本当に真から感心したようにポンと手を打って、これは今まで気がつかなかった。じゃあ、私どもが世の中で一番偉いのですね。ありがたい、ありがたい。と、ニコニコしながら、威張って帰っていきました。そして、帰ると早速、お隣の中助ネズミを娘のお婿さんにしました。若いお婿さんとお嫁さんは仲良く暮らして、お父さんとお母さんを大事にしました。そして、たくさん子供を産んで、オクラのネズミの一家はますます栄えました。おしまい。